はい、こんにちは、こんばんは、タカです。昨日ね、WHO がパンデミックを宣言しましたけども、まあこれはもう今更って感じですよね。まあこんなニュースよりも、まあ一つ注目が、ニューヨークダウの安値更新ですね。そして日本に目を向けると、当然日本も釣られて下げてるわけですけども、株安、そして債券も安いですね。加えて金の先物のチャートなんですけども、これ日足になります。これ金も下げてるんですよね。株安、ゴールド安、債券安。もっと言えばね、円も売られればなかなか壮絶な形になるんですけども、かろうじて円は昨日は買われましたね。ただ、株の売られ方、金の売られ方に比べれば円の買われ方というのはかなりマイルドになっています。ちょっとね、市場は先の見通しが立たないですね。あまり長い目で見ててもね、よくわからない形になってきました。今でもいろいろ十分売られてるんですけどもね、ここからさらにまだもう一段何かあるのか、ちょっとね雰囲気的に怖い感じがしてますけども、まあ、とりあえずね、為替のチャートを見ていきたいと思います。はい、こちらがドル円の4時間足に週足を重ねています。今週ドル円まだ陽線なんですよね。まあ結構かろうじてではあるんですけども、まあ、これを見てもね、株は結構売られてるわけですから、普通はねリスクオフの流れになれば、円買いが起こりやすいんですけども、そういったことにもならず、どちらかというと日本売りという形でね、今ここ踏ん張ってるような形にも見えます。テクニカルで言うと、ここは週足のサポートになりますので、今この重ねてる週足ですね、これがここを実体でサポートされるのかどうなのか、あと木金2日ですからね、注目して見ていきたいなと思っています。さらにこの下ですね、ここでも、ヒゲの部分ですけどもサポートがあります。まあ、もしね下に加速した場合、今度はここでサポートされるのかどうかも見ていきたいところですね。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。後で見ていただきますけども、ニューヨークダウも日経平均もね、かなりの陰線で引けています。そんな中ね、この程度の陰線で進んでるんですよね。これを弱いと見るのか強いと見るのか、この後ね短期足も見ていきますけども、株がずっと弱かったんでね、僕はどちらかというとね、もうサポート割れるんじゃないかなと思って見ていました。まあもちろんね、サポート割るまでは、売るつもりはなかったので、まあ割れるなら早く割ってほしいなと思って見てたんですけども、まあそういうね売り目線の目で見てるとね、すごくね、相場が強く感じたんですよね。いろいろねサポートとなりそうなポイントっていうのは確かにあったんですけども、そういったところをしっかりサポートされながら下に行きそうだったけど行かない、そういった形で1日引けていました。もちろんね、あの株の売りを見てると、ショートを入れていった人たちもいたと思うんですけども、もし仮にこれサポートしっかりされているようであれば、逆に上の目も出てくるんじゃないかなと。もともと短期足でもねまだ上の目線ですんで、頑張ってねここサポートしてくれれば大きく上に跳ねるような相場ももしかしたら見れるかもしれないなとか、今思ってるんですけども、まあ注目してね見てみたいと思います。はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。これ4時間足重ねてるとこ見てると、ここ綺麗なサポート見えないですかね。こういったところもサポートになってますよね。結構ね4時間足の終値をねしっかり見てたんですけども、なかなかね抜けそうで抜けないという形でずーっと昨日は1日推移していました。特にねニューヨークダウが安値を更新したタイミングのこの陰線ですね、このタイミングでね下に抜けてくるかなと思ったんですけども、逆にね急に盛り返すような形で引けていきました。この形ね、昨日の動画、そして一昨日の動画ですね、ここの部分や、ここの部分、下ヒゲを出して、ダメだったら今度上に行くような形っていうのを、紹介しましたけども、ここも似たような形になってるんじゃないかなというふうに見ています。エントリーしたかったんですけどもね、時間がもうほとんどなかったのでエントリーできなかったんですけども、短期足でここは見ていきたいと思います。はい、こちら5分足に1時間足を重ねています。この緑の切り下げライン、そしてこの切り上げラインですね、この1時間のこの波、これをサポート、これがね、しっかりサポート効いてるかなと思ってライン引いてみました。僕斜めラインっていうのめったに引かないんですよね。っていうのも斜めラインってね、自分の主観がやっぱり入りやすくなってしまうんですよね。ですので、よほどね綺麗に3点引けるような形にならないと引かないんですけども、これ見てもらったらわかると思うんですけども、ものすごく綺麗に引けてるんですよね。ここまで綺麗にね引けてしまうと見ていかざるを得ないかなということになりますね。この緑のサポートは4時間足でしっかりサポートされているところ、そしてこの下の緑の線は1時間足がしっかりサポートしているところですね。そういった中で、昨日ニューヨークダウが安値を更新してきたタイミング、ここを下に抜けたんですよね。当然この切り上げラインがありますので、僕はここ切り上げライン割ってきたと思っていました。このタイミングでね4時間足も下に割れれば、下への流れが出るのかなという、そういった感じで見ていたんですけども、これ見てもらったらわかるんですけども、1時間足が引ける前にしっかり上に戻しています。つまりこの切り上げラインのサポートが効いているということになります。これねもう時間切れだったのでこの後エントリーしなかったですけども、もしこれが日中だったらね、僕ならこれは逆に
上への流れですね、これを狙ってロングをエントリーしている場面だと思います。この形というのはね、前回のこの持ち合い1時間足の持ち合いで抜けたけど戻ってきた、もしくはここですね、1時間足のサポートが効いてるかどうかというところで、下に抜けたけど戻ってきた、短期足で抜けたと思わせて上位足ではサポートされた、そういった形で短期足の巻き戻し、そういったものを巻き込んで、上昇が起こると、もうこういうトレード僕結構大好きなんですけども、まあ、ここでもね似たような流れが起こったということですね。まあ、基本的な流れとして、この上昇波に対して今押し目買いを狙うという形がありますんで、まあ、ここはねしっかり抜けてこない限りはどこかで買いをエントリーしていきたいと考えています。まあ、こういった騙しも見てますんでね、ここをバックにロングをエントリーするというのも面白いと思います。ただねこれ今ニューヨーク引けた後にねズルズルと下がってきてますんでね、まあ、この辺ねどうなっていくかというのはちょっと朝になってみないとわからないですね。ということで、ドル円を、今日も引き続き集中して見ていこうかと思っています。ひとまずの狙いはこの上昇波に対しての押し目買い、今はハラミの中の動きですので下手に手を出す場面ではないと思います。こういったね高値の切り下げも綺麗に見えていますんで、ロングを狙うならこういったところを抜けてきた時の方が安全かとは思います。逆にねこの切り上げラインを下に抜けてきても、上昇に対する押し目買い勢というのがやっぱりどこかにいますんでね、これが伸びるかどうかというのはちょっとわからないポイントになりますね。むしろこういったところで、ショートをエントリーしてきた人たちが、崩れて上に上がっていくような形がもし見えればね、そういったところはロングの絶好のチャンスになってくるかと思っています。はい、変わりましてこちらユーロドル4時間足に週足を重ねています。火曜日に天井をつけて、下落してきたんですけども、水曜日も引き続き調整の1日となっています。下落の目処なんですけども、一旦はここの持ち合いですね、こういった持ち合いの高値、ここはちょうど過去にレンジを組んでいたところの高値でもありますんで、こういったところを、押しの最大の目処ですね、ここまでを目処にして、まあどこでね反発するかわからないですけども、どこかで押し目買いが入るんじゃないかっていうのをメインシナリオに置いておきたいと思います。仮にねここをしっかり割ってくればシナリオを練り直しですね。はい、こちら1時間足に日足を重ねています。この上昇波ですね、この上昇波に対して押し目がどこで入るのか、そういったのを見ていく相場になります。4時間足ではね、ここをサポートにしてましたけども、この波で見る限りは押し安値はここになりますね。まあこのあたりはねゾーンで見てもらってもいいかなと思うんですけども、ここまでの下落の途中ですね、どこかで押し目買いが入るんじゃないかというのをメインシナリオに置いていきたいと思います。ショートはここをしっかり割ってきてからですね、それまではブル波買い方ですね、ブル波が崩れるような場面で短期的なショートを狙っていく形になっていくと思います。基本的には押し目買い狙いですね。はい、こちら15本足に4時間足を重ねています。一旦天井をつけてからこういった下落に対してのプルバックが入って再度下落ですね。この押し安値を割っていますので下落の波が続いているという形になります。ただし、この上昇波というのが大きな時間軸でありますので、どこかで反転の形が出るんじゃないかというのを見ていく段階ですね。今のところロングを狙っていく形というのはちょっと出てきてないので、買うにしてもねもうちょっと慎重に見ていく必要があるかなとは思います。はい、こちら5本足に1時間足を重ねています。かなり小さな波で捉えても、こういったね戻り高値をなかなか超えてこない動きになってますんでね、これ結構ボラ大きいですんでね、この辺も70、80ピプスありますけどもね、ロングのエントリーを狙えるポイントがあるかというとちょっと難しいかなと思いますね。ここでねこういった流れ見せてますけども、ここ高値を更新しきれてないですからね、更新しきれてないということは結局この上昇波というのは崩れた形になってますんで、まあ見ていく波というのはこういった形で波を見ていくことになります。逆にねしっかり押し安値を割ってきてますんで、短期的にはね下をどんどん狙っていくような形になっていますね。環境認識で、大きな上昇波の戻りを狙っていく形になりますんで、ロングを狙っていく、そういった中で短期的にはロングの形になっていないということで、ユーロドルに関してはちょっと手を出せるような動きはなかったという形になっています。明日も引き続きこういった小さな波が反転するタイミングで、ロングを狙っていく、そういった形になってくるかなと思います。はい、変わりましてこちらポンドドル4時間足に週足を重ねています。この波をずっと見ていたんですよね。高値を切り下げてるという形なので売りを狙っていくという形なんですけども、先週のこの上昇波ですね、これが強かったために、ここの戻り高値、ここを超えてくるかどうかというのをかなり注目して見ていましたけども、今週ね完全に潰された形になっています。加えて昨日ね50ベーシスポイントの利下げも行われてますんで、まあ、状況としてはねドルが50、ポンドも50ということでね、バランスは変わらないんですけどもね、まあ、ある程度ね利下げも見込まれてたということで、それほど大きな動きというのは出てないですね。つまり、この上昇波は上昇波ではなかったと、単なる調整だったということで、この下落の波がまだ生きてくるんではないかということですね。ということはいずれここの安値を割ってくるんじゃないかというのをメインシナリオに置いています。はい、こちらニューヨークダウの CFD 1時間足に日足を重ねています。
もうこれ見てもらったらわかると思うんですけども、日足、引けで安値を更新しています。ということで流れは完全に下ですね。安値がどこにあるかまだわからない状況ということになっています。ここ安値抜けてますんでね、戻り高値はここになりますね。相場が転換と、判断するにはここを抜けていかないといけないということになります。レートにして 25,000。まあ、キリのいい数字ではありますね。まあ、これがね、加速せずに、こういったところで持ち合う可能性というのもね、まあ、ないこともないかなとも思いますけども、まあ、それを見越してね、ロングをエントリーするような、そういうリスクも取る必要も全然ないと思いますね。僕がね、もし株をトレードするのであれば、まあ、この底値圏の形を見ますね。この底値圏がどうなっていくのかを見て、その結果がね、判明し次第、ロングを狙えるような形になっているのであれば、ロングを狙っていく、要は株を買っていくという形で狙っていくかなと思いますね。もう売りはね、ちょっと安値がどこになるかわからないですからね。こういったところで頭を押さえられたら売りっていうのもありかもわからないですけども、もうちょっとね、突っ込みすぎてるんでやりにくさはありますよね。というわけでね、ニューヨークダウンに関しては、まだまだ予断を許さないような状況ではあると思います。はい、最後は日経平均の CFD、1時間足に日足を重ねています。ダウンに比べるとね、日経平均なかなか強いですね。安値も更新してませんので、この下落に対しての、調整の戻りですね。そういった形で今、相場が推移しています。当然相場が反転していくにはここを超えていかないといけない。まだまだ上ですよね。むしろね、一旦下を割った後にこういったところを戻り高値にして上に抜けていく方がね、早いかなという気すらしますね。ダウンに比べてるとなかなか強いですけども、かといって日経平均が強いとは思えないですね。今までが弱すぎましたんでね、多少ね、こういった形で踏ん張ったところで日経平均が強くなる理由にはならないかなと思います。ダウと同じでなかなか厳しい状況が続いているかなと思います。はい、というわけでね、株式市場に関してはかなり先行きの見通しが暗い、あまりね、上がるような材料が見当たらない状況ですけども、それにつられるように、為替市場も大きなボラが引き続き続いています。今日はね、ECB の政策金利も発表ありますんでね、ユーロはね、注目しないといけないですね。あとアメリカの指標もね、ちょいちょい出てきますので、そういったので相場がね、大きく動くことがあるかもしれません。もうずーっと言ってますけどもね、ポジションサイズには本当に気をつけてください。相場自体はね、すごく大きなボラは出てますけども、しっかり高値や安値つけながらね、ちゃんと原理原則通りに動いています。何が違うかといえば、ボラが違うだけなんですよね。ですので、普段通りのトレードをするのであれば、そのボラにしっかり合わせて、ポジションを組んでやる必要はあると思います。なかなかね、こういった相場を身にかかることはできないと思いますんでね。僕もね、いろいろなんとかショックっていうのをね、経験してきましたけどもね、やっぱりね、日数が経つと、記憶って薄れていきます。いざこういう相場に直面するとね、ポツリポツリと思い出すんですけども、多分ね、今参加してる方はとても貴重な体験してると思いますんでね、僕もそうですけどもね、しっかり学ぶべきところは学んで、この相場乗り切りたいと思っています。それでは今日も頑張っていきましょう。